やっていきましょうか。バイオハザード6ということでね、まあ、前回ねちょっとね、まあ、中途半端なところでね、あの急に戦いが始まるよっていうところまで来たんですけれども、まあ、一旦中止ということでね、まあ、チャプター3からね連続してやってたんで、まあ、区切りがムービー入っていいかなというところでやめさせてもらったんで、今回その続きがやっていくところでございます。ということでね、はい、まあ暑い日がね続いておりますから、まあ、チャンネル登録しながらですね、あのお茶でもゆっくり飲んで、見ていただけたらなっていうふうに。チャンネル登録しながらっていうのはおかしいな、うん、なんかあのチャンネル登録ボタン押したり消したりおしゃれ消したり してくださいみたいな言い方に聞こえるよね何笑っとんねん。で、まあシュワシュワでも飲みながらですね、で、まあなんだ、行って、早っ。もう可愛い白い服がもう血まみれになっちゃってるんですよね。まあ、なんとかなるでしょう。まあ人生なんとかなる。何を笑っとんのって感じだな。で、カチン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 というとで、んで。弾取れた、ドリンク取れた、とりあえずここ下に来てるやつを全員ぶっ潰さなきゃいけないのかな、なんとか塔みたいな感じで、もう今塔の名前変わってるけど、僕の前にね、はい、で、そんなことはどうでもよろしく、で、邪魔だな、捨てます、で、で、みんな持って、次ということで、すげえ雑談なんですけどね、8月末に沖縄でワールドカップあるじゃないですか。見に行くんすよ、楽しみなんすよ、もう今から興奮冷めやらぬっていうね、もうシリーちゃんのお尻を見た時並みに興奮してるんですよね。あれここ登れた、ああ登ったそうですよね。まあちょっとね沖縄の方に行ってくるんですけど、うん、まあね、残念ながら日本戦のチケットはもうね取ることができなくて、あれさ、ほらあのワンデイパスっていうのが5月じゃない、6月の、6月1日か、6月1日の18時から販売しますってなってるんですね。最初はなんか5月25日なんかチケット売り場のところが5月25日からのカウントダウンになってたのに、なんかね、あのカウントダウン000になった瞬間にあのなんかエラーが出て、あれと思ったらなんか公式は5月29日にあの販売しますみたいな、騙されたと思って、もう公式のちゃんとねあのページを見てなかったっていうのがあれだったんですけど、で5月の29日の0時000分になったら、あなんか000分になったらなんかあのワンデーパス買えますよ的なカウントダウンが進んでたんですよ。で今度ワンデーパー、あのそのカウントダウンが020になった瞬間になんか今度はね沖縄時間の18時になったら販売しますみたいな、なんかちょっと謎の表記になって、って思って、で18時になって、もう一回、ね、あの仕事ねババッと終わらせてね、ごめんねっていうあの嫁に言いながらあのチケットってかパソコンの前にかじりついてチケット見てたら、でもずっとねなんかの画面がぐるぐるしてて、あれこれ無理なのかなと思いながらやってて、でその後にあのよくよく見たら、なんかフォーマル4ノットファウンドってね、あの404エラー、いやよく見るやつで、あのページ存在しませんっていうエラーになっちゃいましたと。で、嘘と思ってたら、あのね、そのね、発表されたね、2時間後、あ、じゃあ発表じゃない、チケット販売予定だった、あの、6時の2時間後に、急にね、あの、販売が延期になりましたって、嘘つけ、お前、しばくぞみたいな感じになっちゃったんですよね。8時、20時から販売みたいな感じで。もうなんか散々騙された結果、6月1日にちゃんとね、販売されてね。で、あの、スロベニアね、あの、知ってる方は知っている、ルカ・ドンチッチというね、もうあの、NBA だとマブスにいるね、あわー。中国あるあるな感じが、立ち当たりのことしとこう。なんか気づけば全員を倒すことができてましたって。ここ敵先に降りてこないのかな、降りて、おいや、まあ、そう。あー、いっぱいはチキンレッグたち。チキンレッグといったら、ようこそ、おいでやす。お待ちしておりました。と、っていうのがあって、うん、まあまあ、なんとかね、あの、スロベニアのね、あの試合見に行くことができるようになりましたんでね。はい。まあ、あとは、何日の試合なのかっていうことはちょっと内緒でございますけれども、はい、そんな感じでね。で、まあ、ついでにね、ちょっとね、嫁さんはね、仕事の都合等々で、一緒に行くことができないので、娘ちゃんも、旦那に連れて行くことができないので、まあ、あの人生の中でも、多分、トップ3くらいに入るだろうなっていうわがままを、押し付けることになっちゃうんですけど、まあ、ちょっと一人旅にね、楽しんでいこうかなというふうに思います。まあ、ついでにね、ただ、お土産をいっぱい買ってね、
まあ、日本さんのね、リクエストなんかも叶えなかったなと思ってたので、お土産いっぱい買ってきてねって言われてるんで、それはもう当然買うしかないでしょっていうところなんで、買わなきゃ損損、あの、死死損損っていうところで、もう本当に、あの、死死死損損っていう感じで、殺されちゃいますから、うん、たくさんのお土産を買って帰ってこようかな、なんていうことになってます。はい。なんかね、だから、あの、おすすめのお土産こんなのがありますよ、みたいなね、コメントとかね、あの、こんなところ行くと美味しいですよ、みたいなことをね、教えていただける方も大募集というか、沖縄の魅力をたくさんの方に伝えていただきたい、あの、教えていただきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい。なんかね、国際通りのね、あの、この辺りのお店行ったらいいっすよとかね、お土産だったらこの辺で買ったらいいですよって、元ね、沖縄県に住んでたね、友人というか知人というか、あの、会社のパートナーだった方に教えていただけたっていうところがあるんで、まあ、ただね、どんどん教えていただくっていう分にはね、どこ行こうかなって優先順位をつけてね、あの、選択肢がたくさんね、まあ、めったに沖縄行くことなんかね、なかなかできないですから、もう、うん。まあ、そういう意味では、もう、たくさんね、教えていただけたら本当に嬉しいなっていうところで、まっすぐ。これね、敵を倒すべきなのか、それともヘリをぶちのめすべきなのかなんだよな。でもここで確か上の方で、あれだよね、ヘリを、どっかのゴリラと、そのお目付け役、まあ、飼育係が確か倒してくれてるはずなんだけど、よくわかんないんですよね。俺だってお手本見せてるんですけど、お手本見せていただきたいんで、ぜひね、やっぱヘリぶちのめさなきゃいけないのか。いや、そんなことよりも、そんなことでもあれだよね、ジェイクがシンプルにヘリに直接乗り込んでぶちのめしててくれればそれで助かるんですけど、そうはならないのでございますかね。難しいのかな、ジェイクは。しばらくね、白裂弾じゃなくて難しいもんね。マグナム撃ってぶちのめせるんだったらこんな楽なことはないんですけど、さあどこかで、おいで、だいたい、あっしょ、恥ずかしい、普通に透かしてしまった。どれなんかいろいろ下に玉のようにぶら下がってる、プラプラしてる。なんかいろいろ降りてきたりとか、なんかラジオ編んだりとかしてるんだけど、まあそんなことはいいけど、まあ、あのね、時々降りてくる時のね、あの、お相手をするくらいなんか何のわけもないですからね。はい、それよければ相手して差し上げますよ。美女がね、僕ちょっと、ああよかった、ダーンやばい、何にも、あの、喋ることも思い浮かばないと思う。おお、なんだ、え、ちょ、お前何してんの。え、さっきのさ、シェリーさんの話聞いてました？全然聞いてないよね、普通にね。だって、炸裂弾なら対抗できるわって言ったのに、持ってる武器がもう全然炸裂弾を放つような武器じゃなかったもん。おっきゃー、なんかめっちゃ落ちてった。いいよ、人が極妙だ。人じゃないけど。前世はきっと人だったみたいな人だったけどね。だからシーウイルスに感染するとね、なんか目玉がいっぱい入るっていうね。だから、まあ、ありとあらゆるね、それこそあれだよ、ナルトンジェリックが右を見ながら左を見ろっていうのは無理だろうっていうのが、多分ジュアボだったら実現できる。で、前見て左見て右見てで上見て下見てって全部いけるんでしょ。全方向になんか 目玉を向けられるんじゃないかって。まあでもなんか全部の目玉が同じ方向しか向けませんだったら結局一緒かもしれないけどね。でも目玉が5つも向けたら目玉の上に違う方向向けんじゃねえのって思ってね、まあ、筋肉の使い方の問題なのかもしれないけどね。ということで終わります。確かそこら辺が一体どうなのかっていうのはね、まあ、僕もちょっとよく分かってないから、ね、まあ、そんなことを言いつつ登ってどこ行く、どこだ、どこにないね、あれちょっとああ一歩、ちょっと待って、チキンレッグさんご一行たくさんいらっしゃる。え、うい、あ、ちょ逃げちゃダメ、はい、オッケー、オッケー、ピョンと、チキンレッグなんだけど、バッタみたいなんだよな、バッタぴょん。ちょっと待って、これクリス、全然やる気ねえだろ、名探偵。あ、外したし、あー、またたまたまがいっぱいぶら下がってるし、そんなことをしてたらね、ダメみたいなことです。はい、よし。そろそろ、あー、ちょっと待って、あと2発しかないのに。そうね、あと2発しかないのに、外してる場合じゃないんですよね。もう敵がいっぱい来るんですよ、もう落ちるー。その高さ落ちても大したことないだろう。まあ、まあでも確かに腹打ちしたら痛いかな、ちょっと痛いかもしれないです。そんなのはどうでもいいですよ。そんなのはどうでもいいですよ。マグナムじゃダメなんだよ。マグナムでいけるんだけどね。
象を殺せるマグナムだね。ね、エレファントキラー名前そのままだけどさ、まあ上の方ちょっと飛んでっちゃったから下来ないかな。インデックさん来ないの。飽きてくれたの、めっちゃ来てたの。だからジェイクおめえさん、ほんと全然やる気のない武器構えてるからね。こんなに一つの箱壊すのにやる気出してるのに、シェリーちゃんは。で、どこ行った、どこ行った、上、右、上、右。この帰ってきたガンカさんのね、先生のね、なんか言い方がちょっとエロい。こっちの方、じゃあ言った方向向いてねっつって、上、右、右、下、下、下、よし、いいでしょう。あとごめんなさい、本当にごめんなさい、自分でバカかって思っちゃったんだよね。ちょ、あのね、なかなかあれあ、なんか、あ、ゴリラがバナナの皮を投げつけてくるみたいなんですね、言っちゃいましたみたいな、ああ、上を覗くと、これ逆だったらよかったのにな、下から見上げるシリーちゃん絶対可愛いし美人だし、スカートだったらかたまんねえだろうな。誰とも接触するなって言われてるの、本当に。まあ知ってる、え、そんなはずないわ、なぜ別にからかったことに持ってるだけかもな。いやー、でもあれ確かもうこの頃にはジェイク・ミューラーじゃなくてジェイク・カーになってるっていうのを分かって、あ、おうおうおう、あれなんかなんか、あれこんなんだったっけ。これね、全然覚えてないですね。全然覚えてないな。あのね、一番ジェイク編がね、なんか感動が薄いというか、まあ、感動で言うと、やっぱり、なんだろう。どう考えてるの。すげえな、1500万ドルするで。まあでも、これ、あなた5000万ドルって言うんですけど、キャッシュ。がね、はい。You know, the country I was born in, people think Uncle Sam causes most of the problems.まあ、俺の国の映画じゃなくて、あなたどこの国の人よってね、うん、父親アメリカ人だけどって、そうなんです。そう考えるとウェスカーの母親って、ウェスカーの母親じゃねえや、ウェスカーの母親じゃねえ、ジェイクの母親だ、ウェスカーの奥さんだね。まあ、そんなことを言いつつ、そんなことを言いつつ、We're not the bad guy, Jake. あったな。これでもさすがに壊してるね。そうだよね。うん、オッケー。Okay.ねえ、だってもう前も話したかもしんないけどさ、こうバイオシックスに出てくる敵ってかボス系、ウスタナクしかりさ、シモンズしかり、カオスしかりさ、たらたらしつこいだけだもんね、本当に。もうシーウルスってなんかもうしつこいのシーみたいな感じがするよね、ってことで。あ、やばい、熱を発して燃えてらっしゃる。あ、もう燃えない。あ、燃えないベイビー、燃えないベイビー、めっちゃ腕が長いベイビー、あんな一物刺されたら、行っちゃう。あ、入ってきた、入ってきた。よっかきどもが待ったぜ。パニック、パニック、みんなが慌ててる。まだ生きてる？大丈夫ね。よし、壊して。で、この裏とかには、ないよね。よし。ああ、大きいの。こんなの入るかしら。で、あっちの方にいるね。これ当たるかな。あ、当たった。おー、うまから。あ、ちょっと待って。やばい。右手が勃起してやがる。と。で、弾をいっぱい入れて、弾しよう。で、これ、あ、もう、なんか、まあいいや。まあ、どうせ無限だもんね。なんか、ハンドガンをやっぱりやってた方が、もうちょっとスリルが面白かったですね。まあまあいいや。結局無限弾を使ったらね、まあもう目的はね、これをクリアすることじゃなくてね、どっちかというとその無限武器をね、違う、無限武器を手に入れることじゃないや、なんだっけ、あれですわ、エンブレムを手に入れることがね、大事だからね。さあ、カッチカチやぞ、マカと暗影をぶち込んで、テストステロン出まくった結果、こうなってカッチカチやぞっていう状態ですね。さあ、膨れ上がって、これ何？あれ？膨れ上がって、こない、ちょっと待って、奥のやつがなんかすごい暴れてるんだけど、それはいいんだけど、あ、ちょっと待って、すげえ、2枚抜きした。あ、でも後ろのやつまた勃起してんな。そんなにバグラムで撃たれると興奮すんのかな。ありとあらゆるジュアボさんがね、お目覚めになってらっしゃいますけど、これあれなのかな、やっぱりテストステロンが高まるような、なんか、
やつがなんか断層に含まれてるのかな。またカチカチになってるけど。ほいっと失礼。で、ああまたあれだね。エリマキトカゲ。ちょっと、おらおらおら。ちょっと待って、勝った。すごい、素晴らしい。立ち上がる。ああ、君は左手勃起システムかな。あーは。やばいやばいやばい。やっぱりあれだね。なんかもう断層になんかもう本当にテストストレンチを高める何かがあるんだろうな。すげえなんか燃え上がってもんね。じゃあ先行くんかい。お前レディーファーストやろうか。あ、でもこれもしかしてあれ？だいたいレディーファーストじゃない時って、あ、ですね。いけなかったわ。残念でした。おります。で、あー、やばい。ちょっと待って。ちょっと待ってね。エリマキトカゲが、エリマキトカゲは私に求愛行為を施してきて、いっぱいなのはおっぱいが欲しい。何言ってた？ほい。ゲッチ。もう終わりだよね。で、なんか、あ、ちょっと待って、なんかあったぞ。あー、ライフルか。ライフォー。何もしてくれない？男ヒゲ男爵だよね。普通はそうだよね。女ヒゲ男爵とはならんわ、ね、ということで、これをオープンさせると、あー、なんだ、これか。はいはいはい。あー、もういっぱい。そうか、ここどんどん右ら辺に来たらどんちゃんだった。え、まだいる。あ、いっぱいいるわ。はい、オッケー。さあ、使った武器は帰って、あ、帰ってこなかった。帰ってくるかと思って、帰ってこなかった。残念でした。で、いて。ここで、だから、ここにいる、あれか、あの、なんだっけ、ゾンビは、普通に、もう、仕分けたのかな？オッケー。あれでもお手手がなくなってる。で、ちぎる。ああ、そっか。だから、あの飛行機から落ちた瞬間に、あれなんだろうね。手がちぎれちゃったんだろうね。オープンセサミン。あ、痛い。あの、顔はドアから突き出すもん。うい、あれ、あ、ちょっと。ああ、なんか残念だね。もう挟まれて、なんか抜け出せなくなっちゃってる人になると。かわいそう。どんまい？生きてた。普通にもつやん、もつやんって好きや。始末するけど、ういー。で、この先向かっていくとどうなるのか。あれはなんか失敗で、あ、階段登っていくのか。はい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 。ちょ、ジェイク。よし。まあでもぼちぼちいい時間なんだよな。どっか区切りがいいところがあったら終わりたいんだけど、おいしょなんか今日喉の調子がダメだな。喋りすぎなんだよな、毎回な。うん。もうちょっとさ、黙って、しっとりとしたプレイを見せたらいいんだけどさ。ね、ほい、オッケー。ということで。よし。で、オッケー。で、北京、あ、じゃあ、なんか武器がある。あ、やっぱショット、あ、ここでショットガン、あれ、このショットガンってこんな遅いんだ。そもそもマグナムが手に入るのがすげえ早いんだよな。うん。つうわけで、あ、めっちゃ武器あるわー。めっちゃ武器あるな。これはでも無理だな。ちょっとまんま欲しいんだけどね。よし、食べます。OK。じゃあ、区切りがいいところまでやってきましたので、一旦ね、この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。ということで、まあ、なんかちょっとネクラな感じの、うん、まあ僕がもうネクラなんで気持ちはすごくわかるんだけど、狭いところに閉じこもるってね、もう快感でございますからね。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。また次回パートでね、お会いできたら幸いです。チャンネル登録ボタンもよろしく。ではまた。